皆さんごきげんよう。今日は暗闇トランシーバーかくれんぼをします。はい、前もやったけどルール覚えてるかな。覚えてます。探す。薄暗いところをトランシーバーを使って探すよ。はい。アイテムはこちら、トランシーバーと懐中電灯。はい。探す方も隠れる方も持つよ。はい。それでは1台ずつ持ってください。はい、これこれ。はい、これ青。姫ちゃんは赤、オウ君は黒、パパは青だね。ちゃんとさ、電源とかさ入るか確認して。電池もあるかな。あるよ。トランシーバーも確認してよ。途中で電池切れ起こしたら見つけてもらえないかもよ。あー、大変だ。あれ、つかない。あれ、ティムちゃんの壊れてるじゃないか。あ、じゃあもう一台持ってくるね。電池切れ。オウ君は。お、あった。オウ君とパパだけだ。危ない。確認しておいてよかったね。長押し押すかな。うん、長押しだよ。よかった、確認しておいて。ボリュームも一番大きくしてね。はい。姫ちゃんの電池大丈夫かな。うん、もうついたよ。よかった。どっちも聞こえてるよ。じゃあ確認 OK ですね。これで OK。 今日姫ちゃんテンション高いね。じゃあ誰が一番最初王になる。あら、もう王くんだって。パパか。じゃあ順番ね。うん、王くん、姫ちゃん、パパ。じゃあそういう風にしよっか。背が小さい順だね、どうした。うん、じゃあまずは王くんが鬼。王くんが10秒数えるから、その間に姫ちゃんとパパは隠れてね。はい。それではよーい、スタート。バイバイ、隠れてきてね。バイバイ。ヘッド出すよ。隠れてるところは見ないでね。ね、ね。じゃあ王くん数えよっか。まず10秒。うん。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。じゃあトランシーバーでもう一回聞こう。もういいかい。なんで。早いね、隠れるの。でもパパのもういいよが聞こえてません。もうちょっと待とう。パパ隠れた。よし、パパもお姫ちゃんも隠れたよ。探そう。まずはここ。あ、オウくん待って、ママライトつけるね。わかった。オッケー。どう？ん？足元気をつけて。あ、なに、テーブル暗いね。下。うん、チェックしていこう。これも下。どこ？あれ、なんか消えたぞ。ほら、椅子かな。触ってみよう。よいしょ。あ、なんかうまく言ってる。あ、黄色いからパパだ。あー、バレちゃしょうがねえな。だって触ってわかるもん。なんかさ、隠れてた。それ隠れてたよ、これ、うん、なんか一緒感じも。パパもさ、こうやってさ、クッションになってたんだよね。あ、そういうことだったんだ。ここカラフルなクッションあるもんね。うん。じゃあパパ見つけた。見つかっちゃった。じゃあ三人探そう。はい。え、姫ちゃんの声がしたぞ。ちょっとあんた、違う部屋隠れてるじゃないの。え、違う部屋隠れてる。もういいよ、もう部屋から見ないで。この部屋の中から声がしたぞ。どこだどこだ。ここ最後、テーブルかな。うん。あれ、なんかこうあるぞ。ゴツゴツしてみよう。じゃあそんなところにいたの。よく入れたね。うん、でもパパすごかったよ。え、しなってたよ、ちゃんと。うん、
じゃあ、ひめちゃんも見つけた。見つかっちゃった。次、ひめちゃん。ひめちゃんおにね。うん、はい、ひめちゃんパパだよ。ちなみに、ルールちゃんと言ってませんでしたね。借りてるスタジオ、どこの部屋に隠れてもいいよ。どこかも全部隠れていいの？いいよ。あんなところやこんなところに隠れてもいいよ。明るい部屋行っちゃダメ？あ、そうそうそう、明るい部屋行っちゃダメだよ、暗闇かくれんぼだから。ママもう暗くしてるからね。暗い部屋に入って隠れてね。はい。バラバラでもいいよ。あ、いいね。よし、じゃあパパとオー君別れて隠れよう。うん。じゃあ行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。じゃあな。バイバイ。バイバイ。じゃあ10秒数えよう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。じゃあ10秒経ったから聞いてみよう。もういいかい？あにゃー。多くはもういいって。二人とも隠れたみたい。じゃあ探そっか。うん、こっちから探してみよう。ここは暗闇じゃないからいないよね。じゃあメイクルーム入ります。いる？メイクルームはいなさそう。黄色い服だから結構見つけやすそうだよね。うん。次はスタジオさんかな。うん。この部屋暗くてもまあまあ明るいですね。うん。あ、こっちにいそう。うん、暗いね、そこ。うわっ、いない。ヒントもらおう。うん、ヒントください。ヒントは YouTube。 多くのヒント YouTube だって。僕のヒントは真っ暗だよ。僕のヒント真っ暗。でもそれ暗闇トランシーバーかくれんぼ YouTube スペース東京でもどこでもそうじゃん。うん、でも多くのヒント YouTube、 YouTube のマーク、再生ボタン。あ、じゃあ再生ボタン。ボさん見に行ってみようか。ボさん、うん、ねえ、ゴー。ひめちゃん、再生ボタンといえばあれだね。うん。あ、でもこっちにもある。でもこっち明るいよ。あ、そっか、こっちある。はい、あそこじゃない。え、でもここ明るいじゃん。カタカタ言ってる。じゃあ後ろ見てみよう。せーの。あー、見ろ。ボーくん見つけた。ボーくん見つけたよ。これ YouTube ボタンの後ろちょっと暗かった。そうだったの。マイちゃんすぐないにゃ。じゃあ僕一緒に探そうよ。うん、パパのヒントさっき聞いたんだけど暗闇にいるんだって。ね、オー君どういう風に隠れてたの見せて。あ、そういう風にいたんだ。確かに少し暗いね。ここ空いてるから絶対ここだ。ここ？え、だけどさっき数えてる時をしなかったっけ。あ、そうだよね、ここで数えたんだよ。いなさそうだね。じゃあ奥行こう。え、どこ？どっちどっち。まだ見てないとこだったよ。え、ここ入ったら明るくなっちゃうよ。早く来ないと消えちゃうよ。え、消えちゃう？行っちゃうよと聞こえた。こっちは何やってるんだ、いつめちゃん。そんなところにいないぞ。真っ暗だ、真っ暗。見えてる？見られてる？あのカーテンの中は？せーの、カーテン。いない。なんかパンチパンチパンチってしてったらさ、いてとか言うんじゃないの、その辺で。パンチパンチパンチ。そんな危険なことをするんじゃない。これ近い。見られてる。パパに当たっちゃうじゃないか。やっぱり。やばい、パンチパンチ。なんか黄色いの見える。どこどこどこ。あはー、見つかっちゃった。見つけた。めっちゃ隠れるのうまい。え、ずっとそこいた。ずっとずっとここにいたよ。全然見つけてくれないからどうしようと思ったのと、もう一つパンチパンチって言ったじゃん。うん、もうこう怒られると絶対当たっちゃうから、うん、焦っちゃったよ。パパ見つけた。次はオー君。え、次パパじゃん。いやいやいや、違う違う違う。じゃあ次はパパが鬼だね。うん。
はい、ひめちゃんとオーク、うん、探してね。はい、すぐ見つけてやるぞ。じゃあオークのひめちゃんトランシーバーオンにして隠れてきてね。はい、バイバーイ。バイバーイ。1,2,3,4,9,10。もう一回。まだまだ。1,2,9,10。もう一回。うん、オウくんはもういいよって言ったぞ。なんだ。え、今のひめちゃんの声？オウくん？似てたからわかんない。似てたよね。うん。あれ、二人とも声が出せてわかんないぞ。二人ともオッケーかい？オークなれ。二人とも声が同じじゃないか。オークいいよ、お姫ちゃんいいよって言ってくれる？オークだね。よし、オッケー。二人ともオッケーのようだ。では、行きますよ。どこから見る？まずは暗いよ。入ると明るくなるの？うん、ここならないよ。さっき暗いままだった。そして奥の黒い招きにびっくりした。ああ、本当だ。おお、びっくりするでしょ。うん、テーブルの下。オークン、ひめちゃん小さいからね、オークンなんて。あなた、オークン、ひめちゃんですか？いや、違います。私は黒い招きです。ただの招きになってるだ。おお、この扉の後ろ、うん、せーの、ほっ、いらーい。どうやらこの部屋にはいらんようだ。こっちこっち。ここは？そこはね、入ると明るくなるの。けどさ、早く探してね。待ってろ、今見つけるぞ。このテーブル下？うん。さあさあ、どうかな？どうかなって言われた？テーブル下は暗いからさ。え、見えてるんじゃないの今の発言。え、あなたはパパのことが見えてるんですか？いない。え、この部屋。いないね。よし、次。こっち。いないかな。オークン、ひめちゃん、どこだ？いないね。テーブル下。いろーい。わかんなかったらヒントもらおう。そうだね。ヒントをください。お願いします。休憩するところ？今のオークンだよね。うん。ひめちゃんのヒントをお願いします。暖かくてふわふわ。そんな場所あったっけ、 YouTube スペースに。みんな休憩する。みんなということは最初に挨拶をしたところじゃないか。オークンは？そう、暖かくてふわふわっていうのもソファーとかクッションあったじゃん。よし、行くぞ。暖かくてふわふわでみんな休憩するところ、このカーテンの中じゃない？うん。よし、こっちだ、こっちだ。これカーテン開いてたっけ。近いって言ってるぞ。よし、この中だな。行くぞ。おお、真っ暗じゃん。見える？全然見えない。ピンク色のクッションがあるよ。うん。そしてソファー。これソファーは紫色だね。うら、いないね。どこだ？どこだどこだ？いないぞ。まさか。このカーテンの後ろ。あー、いない。今パパがさ隠れてたの。ここ。ほら。そこにいたんだ。そう。懐中電灯見つかってゲームオーバーになります。あれ、あのライトはまさか。おお、オーク見つけた。よし、オーク発見。いや、見つかったからゾンビ化する。ゾンビ化するの？よし、次は姫ちゃんを探すぞ。うん、オーク見つけた。まずどこにいたの？まずここくぐれて、うん、これここくぐれて、うん、ママパパやばいと思って、うん、ここくぐれて、うん、ガチデントしたの。へー、上手だったね。こっち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 って感じ。へえ、ひめちゃんどこ？ね、あったかい、ふわふわ。そう、一緒かな、ワンワンの一緒。そっかそっか、オークンにもひめちゃんのヒントが聞こえてたんだね。うん、3人つながるからかな。そうそう、そうだね。それではひめちゃんを探します。はい、
この中にいないのか。うん、あったかくてふわふわなんてね、この辺りしかないよね。いないぞ。あ、まさか。お、これは。いくよ、せーの。おー、くるうっそー 笑ってるぞ。あなた、姫ちゃんですか。ちょっとトランシーバー使ってみましょう。あなた、姫ちゃんですか。あなた、姫ちゃんっていうか。すごい汗。姫ちゃん見つけた。使っちゃった。上手だね。全然わかんなかったよね。じゃあ次はママが鬼。はい、よし、3人とも見つけるぞ。見つからなかったら1人1個願いを叶えてあげよう。ランプの魔人か。え、それ本当なの。本当本当。よし、じゃあ本気で隠れよう。うん、じゃあ逃げてやるぜ。え、逃げちゃダメだよ。隠れじっとしようがない。逃げるのはダメだよ、ね、鬼ごっこじゃないからね。本気で隠れてやろう。ということはトランシーバーいらないってことだね。じゃあトランシーバー置いていってテーブルに。アラームをセットします。10分。よし、頑張るぞ。もういいの。よいスタート。ああ、押しちゃった。あ、押しちゃった。ああ、ちょっと待って待って待って、パパも行くよ。これいらないや。これ持ってるとバレちゃうからね。はい、じゃあな。オーくんはあっちにいたぞ。なんかキャーキャーの声で分かっちゃいそうだよ。はい、隠れて。うわ、真っ暗。3人とも行っちゃった。姫ちゃんはレコーディングスタジオに隠れるの。聞こえてるよ。ヒント与えちゃった。ごめん姫ちゃん。あれ、嘘の情報かも。トランシーバー置いていったね。オーくんだけ持ってるのかな。オーくんはライト貸してくれたよ。そろそろ探そっかな。絶対3人とも見つけて、欲しいものは買ってあげないよ。特にパパはね。それでは探します。ああ、ないよ。え、これで時間稼ぎ。ちょっとちょっと、ダメだよそれ。まだだよ。ダメだって。あれ、姫ちゃんとオーくんがいない。パパ早く隠れて。よし、行こう。さっきレコーディングスタジオって言ってたね。入ります。罠かもしれないけど一応探しておこう。黄色だからね、3人絶対目立つから。みんなも一緒に探してね。このカーテンの中怪しいね。よいしょ。いないかな。物音もしないかな。10分間だよね。次はスタジオ2。おーい、誰かいる。なんかミシって聞こえたよ。これはいるね。赤田って言った。絶対いる。思い通りのものは買えませんよ。いるの分かってます。あれ、いない。見つけた、パパ。あ、見つかっちゃった。はい、出ておいで。くっそー、悔しい。ちょっと落としてましたよ。あのさ、今これでバリケード作ってたんだって。こう、うん、それなのにママが急に来るから。もう一回隠れていいよね。ダメだよ。はい、出てきてください。分かった。どこで分かった。あのね、音、まず。くそ、途中だったんだね、作ってる。そう、はい、パパ、欲しいものを買えませんから。復活いい。ダメだってよ。アウトね。はい、はい、じゃあ探してきますんで、私。高いもの要求されるかもしれないんで、もう行ってきます。姫ちゃんとオークのためにママを足止めしなければ。そんな制度あるの。そんな3人協力体制。え、もう時間ないよ。嘘。え、もういないのかな。いないよ、いないいない。いや、わかんないわかんない。姫ちゃん、姫ちゃん、いる。物音しないな。スタジオ1行ってみようかな。え、パパ何やってんの。え、何、ここ、体操。なんかグーってやってたよ。3分33秒。え、それ早めてない。早めてない。早められないよこれ。どうぞどうぞ、早く早く。こうだ、急げ。どこ。結構音がヒントなんだよね。じっとしてられないから急がないと。あと3分。ん、うん、ここ。あ、なんかある、なんかあるよ。今奥の靴が見えた。奥見つけた。これ奥くんだよ。カチャ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 。奥いたの。これ絶対奥くんだよ。だけど全然返事しないの。早くしないとあと2分30秒やばい。これ奥くんでした。とにかく奥くん出て。ね、奥くん見つかったよ。出ないんだもん。奥くん、おいで。よっぽど欲しいものがあるのか。そうじゃない。
やばいやばい、あと2分しかないのよ。オーク早く、オーク見つけたでいいね。うん、仕方ないね。うんね、じゃああと2分、姫ちゃんです。あ、2分切った。姫ちゃん探そう。黄色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 、いない。姫ちゃん、あと1分半ぐらいしかないでしょ。あと1分20秒。やばいやばいやばいよ。姫ちゃん、姫ちゃん、姫ちゃん、これはね、いそうですね。残り1分です。うっそ、そんな早い？はい、この音がしないんだよね。パパ音出さないで。この後ろかも。あもうビビったびっくりしちゃった。姫ちゃん見つけた。残り何秒？25秒でした。やったー、僕見た。なんで姫ちゃん腰痛くなっちゃった？どんな体勢でいい？こういう体勢だってさ、これ頭だからさ、立ったらさ見えちゃうからさ、だからこうやって。これよく隠れたね。どうやったの？こう自分でさ、こっからっ頑張ったんだね。うん、なるべくこれペッタンコにしないと怪しまれるから。3人とも隠れるの上手だったよ。残り25秒、姫ちゃんとオークの意見聞いてみよう。もう一回やりますか？はい、もう一回やりますか？はい、はい、もう一回やります。よし、やるぞ。はい、ちょっと待って、あの、ね、はい、ね、スタート。ね、何急に始まって、ね、誰もいいよって言ってないしさ、ね、動画長いよ。なんか急に始まっちゃったけど、どうしても欲しいみたいですね、3人とも。それか悔しいのかな、見つかっちゃうと。10分って意外とあっという間。もういいかな、もう行っちゃおうか。みんなも探してね。すごい高いもの、おねだりされちゃうかもしれないから。今なんか電気消えたよね、消えたよね、怪しいね。もう探しますから。いないかな。いません。ドアの後ろもいません。メイクルームはいる。ドアの後ろもいません。またこのカーテン怪しいんだよね。もう全部開けちゃおっかな。よし開けちゃおう、よし開けちゃおう、開けちゃおう。いる。ソファーの下、またもういないか。よいしょ、いません。 YouTube のマークの後ろ、いない。レコーディングスタジオ、物音でわかるから。いないな。こっちかな。通路はないね。絶対見つけるぞ。物音でわかるから、絶対に。いなさそうかな。教室セット、物音しないね。通路もいるかもしれない。ん、なんかドーンって聞こえたような、いませんか。こっちはおかしいな。こっちの通路はなんかカーテンおかしいぞ。いないか。じゃあスタジオ2だね。分かってます、いるのは分かってます。まっ、物音しない。今度はどうしよう、誰も見つかってない。まずいんじゃないこれ。よし、ドアの後ろだな。いない。なんかトントントンって聞こえたぞ。また同じ場所だな。トントン聞こえるんだけど、どこ。はい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 、いますね。これは、あ、これはいますね。これいますね。あれ、あれ、いなかった。何、どこ行った、移動してる。物音しないね。もう一回見てみよう。いない。おかしいな。この太い柱の後ろかな。いない。どこだろう。ねえ、みんな怪しいとこあった？怪しいとこなかったよね。どこ行ったんだろう。もう10分経っちゃうよ。カーテンをめくろう。どこ、こっち見たもんね。メイク室もいなかったよね。物音がしないんだけど、外出ちゃってないよね。3人がいなくなっちゃったよ。どこ、もうわかんないや。え、何パパ。何その勝ち方向だか逆方だか、ちょっと反対向こう。眩しい。おー、どこにいたの。え、姫ちゃんも立った。うん、立ったよ。え、見つかってない。見つかってない。よーし、え、オークンは。オークンいないんだけど。リアルオークン探しか。オークンもういいよ。
なんかカサカサ聞こえたね。ポンくん出てきていいよ。いいよ。いいよ。おいで。どこ？ねえ、3人ともそれぞれどこに隠れてたか教えて。本当に分かんなかったから。おお。ポンくんいた。めっちゃ時間だ。10分間も隠れてたもんね。まずは、オー君が隠れていたところから。はい。うん、探した。教えて探したよ。ここ石と、あ、はぁ、え、はぁ、あとママ、あ、急にサササササッと来て、うん、あの、こうなったの。オー君、そこにいたの？うん、ずっとずっと。オー君、ソファーの下入れるの。じゃあ、ひめちゃん、次。うん、どこにいたの？オー君じゃないと無理じゃん、今の。ひめちゃん、なんかそっちから出てきたんだよね。うん。どこに行った？このカーテンの後ろ。え、どうやって？ここ。え、ママ、探してない？探してない。おー。こうやって閉めてたんだって、そしたら暗いから。え、一回やってみて。あー、それはわかんないね。うん。え、物音さ、一つもなかったんだけど。ママ、物音がしたところといえばどこだ？白いとこ。白いところでも物音がした？うん。で、パパが最初隠れてたとこ？そう。あそこでね、トン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 ってなんかノックしたみたいな音聞こえた。え、ママそれ、いないいない、パパそんなところ。いや、カメラ映ってるよ、それは。なんか聞こえたんじゃない？うん。え？他は？教室セット。教室セットの中でも物音した？うん。多分それパパだね。え、いたの？教室に。パパの後ろでしょ。え、パパ何？パパの後ろ、学校セットの窓の後ろ。裏にもいるんじゃない？ふーって来たはずだよ。来たよ。ね、両方から見た？もう10分経ったから1箇所だけ見てない。教室の窓の奥、あっちなんか怖そうだったから やめといたんだよね。しかもただそこにいるだけじゃないぞ。こいこい、学校セットまで来たんだけど、うん、こっちは見たよ。こっちは見た。この奥は見てない。あ、奥行ってない。そのカーテンまで行った。あ、そうなの。うん。このカーテンから向こう側は奥行ってない。行ってない行ってない。どこに隠れてたかっていうと、え、そっち行ったよ。そっち行ったって。こうやった。うん。甘いな甘いな。ここにいたら見つかってたよね。うん。で、ここにいても窓が見えるよね。うん。トゥーテッ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 テ。あ、足黒いから、壁黒いから。ここにいるよ。は、どこにいるの。何それ。10分経ったから、あ、ひめちゃんとパパ、あ、オー君買って。え、じゃあ何が欲しいの？ゲーム。あのさ、パパ2個でもいいんじゃないの？なんで？大人だからさ、絶対的な不利じゃん。それなのに見つかってないって。ダメ、一つずつ。じゃあオー君ゲームね。ゲームゲーム、新しいゲーム。じゃあひめちゃんは？ iPad の新しいゲーム。うん。じゃあパパは？猫缶。にゃんこ大戦争の猫缶。みんなゲーム関係かな。超激レアキャラが欲しいんだよ。もう3人とも隠れるのうますぎ。やった。じゃあ後で動画終わって買ってね。買ってね。うん、わかった。やった、やった。やった。やった。今日は暗い今日は暗闇トランシーバーかくれんぼをしました。まったね。バイバイ。バイバイ。何買ってもらおう。ここ生えてない？あーくんだから。おーくんはどこにいるかな。おーくん、おーくん、ここよ。みんな、わかったかな。それでは